はい、皆さんお疲れです。ドラゴンです。今回はですね、プロスピの、ランキング発表していこうかなと思います。新登場選手ランキングですね。今回はね、ライト。2019のシリーズ2のライトが、新登場しました。そちらの選手たちでランキングを組んでみました。おすすめランキングですね。まあ、これあくまで僕の主観ですので、参考までによろしくお願いします。でも、ライトはね、結構強い選手多いので、本当にランキングの組み応えが、作り応えがありましたね。まあ、選考基準としては、総合力ですね。やっぱり使いやすさと、純粋な強さ、そこも考慮して選んでますので、そこをよろしくお願いします。では始めていきます。はい、第10位は、雄平選手ですね。東京ヤクルトスワローズ。一応、称号次第で、右と総力、同時に持っていくことができますし、まあ、オールビー狙うことも、可能な選手であります。今年は131試合に出場していて、スタメンを例年通り張ってたイメージあるんですけど、なぜか、代打の神様なんですよ。特殊能力が。代打の神様って、これめちゃめちゃ優秀な特殊能力ではあるんですけど、雄平って代打のイメージあったのかなっていう。まあ、僕は代打というよりかはどっちかっていうとスタメンのイメージがあるんですけどね。まあでも、この特殊能力強いことには変わりないですし、まあライトで使うのにも、肩も、A と強いですから、まあ非常に使いやすい選手なのではないですかね。まあでもね、代打で使っていくのもありだと思います。代打は神様ついてますからね。めちゃめちゃ代打でも使える選手だと思います。はい、9位です。9位はオリックスバファローズの中川圭太選手です。最後の PL 選手ですね。まあ、本当に、チャンスに強い打撃が持ち味の選手です。まあ、ミート型っていうのもね、頷けますね。まあ、パワー低いんですけど、この守備適性と、あとはチャンス20まで。中川選手を存分に、再現していると思います。まあ、2020年ね、もう本当にブレイクが、さらなるブレイクが期待される選手ですので、非常に、期待している若手でもあります。頑張ってほしいですね。8位は楽天のブラッシュ選手です。今年は33本塁打、95打点という好成績をマークしました。まあ、デッドボールも非常に多く、警戒されていた、他球団から警戒されていたパワーヒッターですね。まあ、打つ前の、構えが特徴的な選手でしたけど。まあ、その構えだけではなくてね、しっかりと活躍を見せてくれました。まあ、弾道はパワーヒッターで、ミートは、72B ですね。パワー83というところで A。なので、コンボも組みやすい。非常に、素晴らしいパワーヒッターだと思います。まあ、自チームでもね、スタメン候補ですしね。まあ、でも、この守備がなんかな。守備がなんですね。なので、まあ、指名打者での起用がいいのかなと思いますね。まあ、特殊能力は問題ない。パワーヒッター、チャンス、選球眼、どれも、使いやすい、特殊能力だと思います。7位は、ロッテのマーティン選手にしました。まあ、マーティン選手といえばね、あのレーザービームですよ。あのレーザービームは驚愕しましたね。まあ、あとは、そのドラッグバンドとか、ヒットエンドランとか、そういう、シュアな、バッティングを見せる一面もあるんですけど。まあ、パワーもすごくてですね、なんと52試合出場ながら、14本塁打をマークするという、長打力も見せつけました。あと、なんといってもこの守備適性ですね。これは非常に素晴らしいと思います。なので僕は使うんだったらライトで使います。はい。なので、マーティン選手。一応、プルヒッター、レーザービーム、パワーヒッターもついてますからね。はい。もう、弾道もパワーヒッターにできますから、打撃面でも申し分ないかなと思います。はい。6位は中村晃選手ですね。福岡ソフトバンクホークスです。能力落ちませんでしたね。しかもパワーがね、なんとか、B に乗ってくれてるし、
称号ミスターフルスイングをつけることができれば、ビパ同値にすることもできます。中村選手をね6位に選んだ理由は、あとはねこれがあるんですよ。この守備適性の多さですよ。すごくないですか。しかも安定感がね高いんですよ、守備の安定感。まあアベレージヒッターじゃなかったのは残念なんですけど、まあこの守備適性の多さというだけでもね、とりあえず限界突破を進めて、どこでも、使っていきたい選手になりますね。この中村選手に関しては補給 B っていうのが何と言っても優秀ですね。なので、6位は中村選手を選出させていただきました。はい、5位は亀井義行選手です。読売ジャイアンツ。まあ亀井選手は前提的にこの能力のステータス、ここが高いのは素晴らしいことと、あとはこの守備の安定感ですね。まあトリプル同値はね狙えないんですけど、この打撃の3捨ての安定感は素晴らしいのではないでしょうか。あとは特殊能力の超広角打法、これが非常に素晴らしい。この特殊能力はめっちゃ使えますし、まあ、チャンスメーカーと満塁男、チャンスも作れるしチャンスにも強い、そこは素晴らしい。はい、4位は糸井嘉男選手ですね、阪神タイガース。まあ、称号的に、まあ、同値は狙えないんですけど、まあ、本当、高ステータスっていうのは素晴らしいですね。まあ、あとは、守備面がちょっとね、まあ、でもね、前回に比べるとライトの守備適性がちょっと上がってるので、そこは素晴らしいと思います。前回オールEでしたからね。まあ、そこに比べると、今回の糸井選手は使いやすいのではないでしょうか。まあ、特殊能力はいつも通りですね。しかし相変わらずの高ステータス、糸井選手が4位で間違いないのかなと思います。はい、3位は中日平田選手にしました。ミートも A 狙えますね、これ。まあ、称号でぜひミート A に乗せたいところであります。まあ、平田選手のすごいところ、この守備能力の非常に高い、ここが糸井選手との差かなと思いますね。もう守備能力が非常に高い、肩も A ですし補給も、B あるので、あとは超広角打法、チャンスというところで特殊能力も十分なので、今回平田選手トップクラスに当たりだと思います。評価をつけるんであれば A です。はい、第2位はですね、日本ハムの太田大志選手です。2019年自身初の20本塁打、そしてキャリアハイとなる77打点を記録し、もう大飛躍を遂げました。この太田選手の特徴なんですけど、守備適性が A あるんですよね、ライトの守備適性が。ここがまず素晴らしいことと、あとはパワーヒッターですね、弾道パワーヒッターに完全になってます。パワーもね、78あるので、称号次第で A を狙えます。あと、ステータス近いので、ミパ同値も狙えますし、まあ、そこでコンボの上昇も非常に見込める選手。なので、2位で間違いないかなと思います。栄えある1位は、この人です。はい、広島の鈴木誠也選手です。今年は自身初タイトルとなる首位打者を獲得し、オフには結婚も発表し、順風満帆だった鈴木誠也選手。今回はミパ同値の AA で出てきました。走力も75と非常に高いステータス。またね、相変わらず肩は強いし、弾道もパワーヒッターついてるし、特殊能力も超パワーヒッターと、選球眼もついてます。というところで文句なしじゃないでしょうか。もうやっぱプロスピで一番強いのは同値なんで、同値で AA の選手が一番強いので、ここは鈴木誠也選手1位で文句ないのかなと思います。というところで今回はランキングを選んでまいりました。流行る1位は鈴木誠也選手です。はい、いかがでしたでしょうか。今回はライトランキングをお伝えしました。まあこれはね、あくまで僕の主観ですので、参考までにという感じでよろしくお願いします。はい、皆さんのご意見ご感想も、コメント欄でお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
チャンネル登録と高評価もお待ちしております。ルガリンハオウへ、ご視聴ありがとうございました。